米だ。ということで、じゃじゃーん、スタジアムに着きました。はい、ということで、そう、松村さんですよ。13位、誰にも全然気づかれなかったわけなんですけども、今日は高速バスで来ました。そして無事にスタジアムに着いたので、 T シャツもタオルもゲットしたのでですね、ここで SKE のみんなを応援したいと思います。行ってきます。じゃじゃん、スタッフパスを手に入れました。イエーイ。ということで、今回選抜総選挙の方に、いろいろ交渉して入れさせていただけることになりました。今回は、まあ、いろんなメディアさんがいるということで、楽屋内のみの映像になるんですけども、まあ、いろんなメンバーの総選挙のこの裏側を撮っていきたいと思うので、皆さんお楽しみにしててください。それではどうぞ。もうどうにもなっていいなってぐらいまで、あの、一生懸命踊りましょう。名古屋で待ってる子たちとか、こうやってわざわざ来てくれてるカオタもおるわけやから、みんなが今日は SKE 代表として精一杯パフォーマンスしてください。はい、はいはい、ビラ配るところ、はい、ビラ配るところもなるべく、あの、ファンの方の近くに、うん、私ときでも一言言ったらいいと思う。よろしくねとか応援してねとか言っちゃった方がいい。それは歌ってないから何言ってもいいから、よろしくみたいなとか言った方がいい。絶対いろんなとこ行っていいから大丈夫。歌ってなきゃいけないから、うん、それはもう周りを見て、はい、言ってもらって、はい、きちんとか思われないから大丈夫、うん、入れない方、入れない人は入れないから、言ったもんがSKEはやっぱさ、握手会とかさ、好きなメンバーやっぱ多いし、そこで、あ、こんなに近くに来てくれるんだとかさ、今度じゃあ握手会行ってみようかなと思ってもらえるきっかけにもなるかもしれないから、その SKE の良さをそこでまず出そう、ダンス以外のね、はい、はい、奇跡撮ってる撮ってください撮ってる、まあ、泣いても笑っても結果は出てるし、でも今日 そのパフォーマンスで本当に関わるかもしれへんって思ったら、あの、みんなもっと頑張れると思うし、の、少しでも、あの、なんで出てよかったなとかみんなが思ってもらえる総選挙で名古屋に帰りましょう。はい、多分絶対ファンの人が絶対投票してくれてるから、自信持って、今日のステージも、感謝の気持ちを込めて精一杯取り組んでいきましょう。はい、はい、SKE 第一党で頑張っていきますよ。はい、はい、それでは演じいきます。48で、はいはい、それでは、ぶちかましていきましょう。 SKE48、はい、キャプテン、どうですか、第一党へのあとちょっとですけども、現地票を獲得できる自信はありますか？3万ぐらいの現地票でしょ？現地票です。現地票。いや、もう全部3万票を SKE のみんなにこう、バーって入ったらいいよね。それだけでランクインできるかもしれんから、3万も入ったら。そう。でも私も入り口で呼びかけましたけど、NGT のファンの人たちがすごい呼びかけ強かった。入り口のゲートのところでずっと、あの、チケット譲ってくださいみたいなことをすごいしてた、NGT のファンの人とか、やっぱ入っただけで投票できるもんな。そうで、 SK のファンの人は、まあ、ちょっとそういうのあんましてなかった。すいません、現地の人は有利やからな。そう、有利やから、すごいなって思いましたね。いや、でも今日のパフォーマンスはやっぱり昨日のリハーサルがもう自信あったし、うん、まあ、SK の魅力を存分に出せるあのパフォーマンスになってると思うし、私たちのあの曲があんな大勢の人の前で聴けるなんて、楽しみにしてますね。楽しみにしといて、バイバイ。してるね、ありがとう。頑張れゆきちゃん、バイバイ。ぬか頑張って、お尻頑張ります。お尻、お、なんち、おかえりなんちゃん、みんなも行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、行ってきー、スピーチまだ、あ、ランラン行ってきます、行ってらっしゃい、あ、行ってらっしゃい、研究生ほのんの、おはよう、みんなおはよう、あ、来た、おはよう、いってらっしゃい、みんな、いってらっしゃい、ナッキー、お、ゆずき、頑張ってね、頑張ります、行ってきます、お、くまちゃん、いってらっしゃい、さっき、いってらっしゃい、ゆらな、あ、こっちゃん、いってらっしゃい、すだらら、もう、おすいちゃん、おすいちゃん、
応援してるよ。頑張って歌ってね。おいしょ。ごめんごめん。行ってなさい。終わり、冗談。終わり。いや、だって、いやいや、入ってないよ。何話してたの？ボケ取ってない。ボケについて話してた。なんだよ、言うな。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ねえ、ヒチハイクで来たのか。来てないよ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。りょうは何で来てくれ、もう楽屋しか乗れないから今日嬉しい、来てくれた。どうも。日焼け止めね、焼けちゃうからね。そうなんですよ、なんですよ。ちょっとりょうは緊張しすぎて、ちょっとフラフラしてる。行ってらっしゃい。あちりさん来ました。あれだけど、ここでしか乗れないから、やった。行ってらっしゃい。そう、なんか今回すごい媒体が多いんですよ。ダメなんだ。そうそう、だから素材が被んないものを撮ってっていうので。じゃあ裏でなんか動画撮れたら送るね。嬉しいですよ。ちょっとしたやつしか撮れないかもしれないけど。全然、まあでも本当ハロウィンナイトいっぱい踊ってきてください。自分の位置なんで後ろで頑張る。ああ見てますよ、行ってらっしゃいジュリさん。ここは撮っていい場所。こっから先が撮れない場所。こっから先、あ、ここ撮れる場所。嬉しい。ね、なんかスタイリッシュですよね。ね、なんか今までと違う。意外なんか。ギャラクシーっぽい、何？そ、なんか近未来系。ランウェイ、ランウェイとか。あ、確かに。可愛い、でも、そう、おしゃれですよね、めっちゃ。めっちゃおしゃれ、可愛い、嬉しい。16人しか着れないんだよこれ。なんか繰り上げらしいですね、今回繰り上げだからね。だから男性とかも着てて、5人ぐらい繰り上げかな、じゃあ。うん、そうなの。繰り上げなの。あれ、あ、ちょっとすごい、飾りも大きい。そう、それぞれ形が違って。あ、そうなんですね、うん、しかも色もね、ちゃんと SKE のよ。あ、だからオレンジなんだ。ジュニアさんもオレンジか。そう、 NGT だよ。ここに来てくれたから撮れる。これで撮れる。バッチリですか、気合いは。バッチリだよね。バッチリバッチリバッチリ、よしやろう。トーターも、はい、SK 行くぞ。あ、頑張りますよ。ちょっとベラクベラリー楽しみにしてますね。トーター並みの、トーターセンターの曲が。そうだよ、トーターの曲頑張ろう。出てきてもいいよ。トーターでもスタンドの端の方にいるんで。頑張りますね。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。バイバイ。バイバイ。本当に最後。バイバイ。バイバイ。頑張ってね、りょうさん。行ってらっしゃい。ありましたけど、ライブどうでした？なんか新しい試みだよね。あ、ビラは受け取ってもらいました？ビラは、6人ぐらいに配って10人ぐらい投げました。時間がね、意外とないんですよね。あとは3つぐらい飛行機おったんで、飛行機飛ばして。あ、そうなんだ。多分あの、でもね、こうバラ撒いた時にね、結構塊で飛んでったからね、うん、1人の人がね、5枚ぐらい持ってるの。わかんないけど、いろんな人に配ってくれてたら嬉しいですね。まあでも暑い中ね、うん、あれだったけど。確かに、でもやっぱり今回はこうそれぞれのグループの持ち時間っていうのをもらったから、うん、別系のところに出し尽くしてっていう感じでしたね。でも選挙ですよ、これから。ねえ、なんか全然。どうですか、去年と違います？いろいろ違うかも。うーん、なんて言うんだろう、気負うものはないかな。去年の方があったかも。だから今年はね、なんかでも本当にファンの人とすごく近い距離で頑張れたので、うん、それがそのなんていうんだろうな、そのことがあったからすごい楽しかったです。なんかこう総選挙までに、やっぱ今までは前日とかこうちょっとこう どうかなとか思ったりとか、ちょっと落ち込む時期とかあるんですけど、今回は常にファンの人がなんか近くにいてくれたような気がして、すごく心強かったので、なんか結果ももちろん大切だけど、なんか本当にここまでの時間がすごい私を強くしてくれたので、なんかもう出てよかったなって常に思ってます。結果また分かったら、コメントください。そしたらドキドキだけど、喜んでると嬉しいけど、はい、本当は去年はね、カウンターと一緒に入って。そうですよ、嬉しかった。今年はいないから、まあでもあやちゃんと私の分は新しい SK のメンバーが見てくれると思うので、ね、だからそこで新しいまた第一歩がね、そう、生まれ
生まれてほしい。 SK はいつも選抜がで、ね、卒業しても常に増え続けてきたから、うん、ここも踏ん張って、ね、入れたらいいなと思います。ありがとうございます。ライトになって進行へやろうぜ。ねはい、のんちゃん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。選挙、はい、あとちょっとで開票ですけど、気分的にはどうですか？なんかこうやって1日でライブと総選挙まとめてやることってなかなかないじゃないですか、うんうんうん、なんでなんか気分がまだなんかそのライブの楽しかったテンションも残ってるし、この総選挙のドキドキ感も混じってなんかおかしくなりそうです。うん、なんかよくわかんなくなって。去年と比べてはどうなの、自分的には？そうだな、でもめっちゃ緊張してますね。まあ去年も緊張してたはしてたけど、うん、なんだろう、もうちょっとなんか余裕があったかもしれない、去年の方が。うん、うん、まあでもね、あやちゃんとかもすごいカノンの名前出したり、うん、応援してくれてたりすると思うけど、そこら辺はどう？いや今回あやちゃん出ないで、なんか結構4期生もまあ、人数も少なくなってきたし、うん、結構辞退してるメンバーも多いんで、頑張りたいなと思いますよね、4期生としても。その分ね、うん、いや緊張するめっちゃ緊張する。本当にかおりさん頑張って見てますのでお願いします。わざわざね来てくれたんで、うんうんうん、ありがとう、ありがとう。はい、りさこ、はい、え、何もない何なんか聞いてくれてないの？聞く聞くよ。何速報を受けてどうですか？まあ、速報ね、77位で、まあ、正直速報入らないと思ってたからびっくりしたし、なんかでもそもそもなんか目標が去年52位だったから、そういう上に行けたらいいなって思ってたけど、なんかすごい複雑、なんか入ると思わなかったけど、あ、入った、あ、うん、でも去年よりみたいな。あ、そう、去年の速報は28位だったから、うんうんうん、なんかすごい複雑な気持ちだったけど、なんか今はそんな緊張してない。去年の方がしてた？去年はすごいしてた。なんか今年ファンの人に期待してしないでって言われてるから。あ、釘刺されてるの？そう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 、だからなんかこういう感じ、だからこういういつも通りな感じでいる、うん、まあどっちに転んでもなんかまあ置かれた場所で咲くだけかなっていう。何だい、かっこいいこと言うね。だからまあ、これジュリアさんが名言って言ってだからどっちに転んでもまあファンの方はなんかそう心配しないでほしいし、うん、なんか自分自身も前向きにこれからいろんなこと取り組んでいきたいなって思う、うん、でもね、3期だとミキと私も出ない分、ね、リサコとダンスにはとっても頑張ってユリアもそうだけど、どうしてこんなにもそんなにもみんな前に行ったんだっていう、いつの間にそんな前に行ったっていう。だって一緒に会いたかって踊ってたじゃん。一緒だから別に何も変わってないよ。どうしてそんなにみんな前の方に行っちゃったの？大丈夫だから。いやすごい、もうなんかもうさ、何どうしたの？あ、なんだっけ、あっち向いてチューみたいなやつ CM 見てるとさ、ユリアの。ああ、そうだね、すごいなって思う、同期として。確かにそれは私ももうすごいよね。すごいよね、うん、尊敬するわまあでもね、まだまだありますから。そうだね、追いつけるように頑張りましょう。そう、みんな新公演を見に来てください。新公演、チメス公演ね。そう、本当に重ねた足跡公演。そう、これ多分 K2 のファンの方いっぱい見てるじゃないですか。皆さんもいる。本当に見に来てください。本当に。でも私あれだよ、全体の方の YouTube に上げると関係なく見てくれるから。全国の人が見てるわけ、全世界。そうそうそう。じゃあ本当にチメス公演見に来てください。本当に。ください、よろしくお願いします。はい、なおちゃん終わりましたね。ライブ終わりですけど。終わりました。緊張はしてますか今ですか？うん、そうですね、なんか緊張、なんか中間くらいです。なんかまだ実感が湧いてないっていうのと、うん、とりあえずライブ終わってはーって気が抜けてるのと。あ、そうなんだ、うん、なんかなんだろう、多分もう出発しますなったらバクバクだと思います。うんうんうん、あんまり今はまだ大丈夫。速報を受けてはどうだったの、自分的には？速報は私ないんだっけ、速報37位だっけな、をいただいて、うん、去年と
そう去年の速報から1500票下がったんですよ、落ちてて、はいはいはい、速報自体のね、票数の差がで、やっぱ選抜に入りたいって言わさせていただいてたから、うんうんうん、わこれちょっと危ういかなって思ったんですよ。でもそっからファンの方もいやまだ投票してないからこれからだからって言ってくださる方たくさんいたし、うん、なんかもっともっと頑張ろうって思ってくださる方がたくさんいらっしゃったので、だから今日はそれを信じて待つのみですね。なるほど。まあでも開票終わったらね、またなおちゃんのいろんな表情も撮りたいと思うので、はい、ありがとう、ね、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、待ってるもん、でも待ってね。ね、今日さライブしてお疲れ様、ライブしてる時にさ、うん、なんか普通にめっちゃカメラ撮ってくるなと思ったらさ、うん、マッサンです。あ、私だった。マジでスタッフ参加してた。いやスタッフだよ完全に。いやもうヒッチハイクで来たんですか。ヒッチハイクじゃないけど。どうしてヒッチハイクじゃなかったの？ヒッチハイクじゃないけど、なんか全然緊張してないの。え、そう見える？なんか去年の方がもっと死にそうになってた気がする。去年はもう死んでた。だよね、なんかもうそれこそさ、何こんな笑ってる冗談言ってるような余裕なかった気がするもん。まあちょっとやっぱ今年は、うん、ファンのみんなをちゃんと信じようかな。ああ、まあね、去年ね、いやでも、ね、もうなんだよ、いやってうなってるさっきから。そうなの。でも最近緊張するとね、うん、食べたもの全部出そうになる。出さないでね。いや本当にかけちゃダメだよ、ね、本当に。うん、食べた唐揚げ3つとご飯2杯食べた、ガッツリじゃん。そうガッツリですよ。だから多分あれあるじゃん、ネームプレート持ってる時あるじゃん、あれ並んでる時ちょっと危ないと思う。ねえ、あんたもちゃんとして。多分名前呼ばれた時何位谷真理香みたいな。ダメダメ、気をつけて、まあ、本当にヤバくなったらはけてください。山田さん、どうしよう。大丈夫。どうすればいい、どんな感じでいけば、どんな感じ。知らない。どうすればいいね。谷らしくアピールしてください、しっかり。副キャプテン、副リーダーです。あ、ちょっとそっか、リーダーだね、ごめん、はい、どうですか2回目の総選挙。3回目です。はい、3回目かねえ、カールさんいっぱい全然間違えちゃった。どう、ちかこ、目標は、うん、もちろんランクインです。あの、うん、順位は決めないです。うん、ランクインが目標です。同期もね、はい、去年とか入ってる子もいたわけだけど、うん、その中で今年挑むっていうのは、去年は素直にすごいなと思ったんですけど、あ、もう旗から、はい、あ、すごい、おめでとうっていう気持ちでいっぱいだったんだ。はい、はい、でも多分今年は、うん、多分誰か同期が入って、うん、自分入らなかったら悔しいと思ったかなって思います。でもそれはすごい成長した部分だよね、だって、はい、絶対。緊張してるの？え、緊張してますけど、やっぱ楽しみたいなって思って、うん、ワクワクしながら挑みます。まあでもエス公演とかもね、はい、始まってリサコとかもすごい楽しいって言ってたので、はい、公演ね、はい、公演もぜひ見に来てください。はい、ありがとう、ありがとうございます。めいめいです。どうもどうですか、去年は悔しい思いをしためいめいですが。緊張しております。吐きそうです。去年とは違うの？去年とは、まあ、全く違いますね。去年はでも、うん、まあ、どこかでは諦めてた部分はあったので。あ、そうだったんだ。あったの？そうですね、まあ、無理かなっていうのは思ってたので、うんうんうん、でも今年は速報で41位いただいて、すごいあやのファンとかも、まどかのファンとかもすごい応援するって来てくれて、なんか頑張らなきゃなっていう思いがあったので、今年はちょっとネガティブ思考をやめました。おー、でもめいめいのファンがね、私ブブカの予想でまあめいめい入れなかったのね、ランクインでしたら、もうめいめいのファンがすごい熱かったよ。カオタンを絶対いいみたいな、後悔させてやるみたいな。そう思ってやったわけじゃないです。そう思って別にあれなんだけど、でもなんかそれでさ、こう火ついてくれたりとかもしてくれたから良かったなと思って、うん、ありがとうございます。まあ、去年やっぱそこ入って本ちゃん入れない思いっていうのは絶対悔しいと思うから、今年は嬉し涙を流してください。頑張ります。ありがとうございます。また開票が終わったらよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。川崎さん、ありがとう。あ、みやまえ、いつ辞めるの？今でしょ。まあそうですね。で、どうなの選挙は？え、
いや不安ですよ実際。結構ファンの方からも不安って言われて。あ、そうなんだ。不安を共有して今日まで来ました。チーク来いよ。え結構濃くない？あ、本当だねえ、どうなんだろう。なんかさ、卒業発表して出馬するっていうのが私は結構すごいなって思ってて、なんか逆勇気もあるなってやっぱ思うし、その決断は別に間違ってないと思うから。なんか後で言うの嫌だったんですよね。あ、そうだったんだ、はい。そっかそっか、先に言ってみました。なるほどね。それでまあいろんな時期とかタイミングがあって、はい、まあ、こういう形になってっていう、まあ、なるほど。メンバーのとこが一番読めない私。そうですよね。そう、なんか謎だもん。その一応さ、卒業しても決まってたりもするじゃん、先が、事務所が。そのなんかね、そのファンの人はどうやって動くんだろうと思ってね。しかもね、速報ギリギリ何位だっけ。99位だよね。で入ってて、そう99で、まあ、ここから本当上がってほしいから ね、 ありがとうございます。ね、名前呼ばれるように。まあでも大丈夫だよ。いやー、まあでもあのランクインできなくても、うん、やっぱこれ最後のイベントなので、うん、一緒にこうこういう不安だとかいう気持ちをこう共有できたのがまあ良かったかなって。あのファンの人と一緒になってね、はい、うん、なるほど。じゃあまた後で。はい、行ってらっしゃい。1個目だ。はい、ゆずきん、どうも。ありがとうございます。気分はめっちゃ緊張してます。私緊張するとお腹痛くなるんですけど、実際お腹痛いです。お腹痛いです。そうなの。はい、なんか去年のこともあるので、うーん、余計になんか考えることとかがあって、はい、ストレスにはなってるの。そういうわけではない。まあ大丈夫です。うーん、多分大丈夫。はい、本当に。でメイさんとかも、うん、去年私と同じ。そうだね。だから、うん、速報入って、ね、そう、あの本番入れなかったっていう、ね、そうだから今日頑張ろうねみたいな感じをずっとメイさんとやってて、うん、一緒に入れたらいいなって思います。ありがとう。はい、まあ、また開票後にもよろしくお願いします。笑今笑えなくなってきました。ありがとう。まあ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 、はい、どんな結果でも。そうですね、うん、ちょっとファンの人は絶対ゆずきのことを信じて頑張ってくれていると思うので。ありがとう。ありがとうございます。はい、ダンス昨日2時間ぐらいいろいろ会議をしましたが。ありがとう。あのバスで疲れてる中ありがとう。全然全然落ち着いた、いろいろ。うん、でもね、なんかね、考えれば考えるとドツボにハマってくるから、うん、なんかとりあえず一つだけに決めた。あ、そうなんだ。うん、一つこれは言えたらいいなっていうのがあって、うん、でそこからもしも話がそれない範囲でもう一つ言えそうだったら、うん、何か出てきた時に何か言おうかなと思って、うん、出てこなかったらそこまでにしようかな。じゃあ本当楽しみにしてるよ。ありがとう。私もだってさ、昨日いろいろ話してさ、うん、あ、こういうのもあるんだ、こういうのもあるんだって聞いてるからさ、うん、どうお話しするのか知らないからさ。で全く知らない話かもしれないしさ。そうだね、わ、うん、ね、かんない。その時になったら全然違うこと言ってるかもしれないから。そうだよね、わかんないもんね。まあまあ、でも長くスピーチできる順位で呼ばれることをまずは願って、うん、そうだね。いやでも本当セブンの壁を貫いてください。ね、そこまで行けたらね、本当に、うん、私ダンス抜けたらマジ多分嬉し泣きで今度過呼吸起こすかもしれない。去年はショックすぎて過呼吸だったけど。ねえ、私のことで泣ける人がいるっていうのはすごい。マジ泣いたから。ありがたい。スピーチ聞いた、私の去年の。泣いてて聞いてない。いやでも聞いてたけど、でもとりあえず過呼吸になってんのにゆかりに水飲めされてうーみたいになってたから。そうそうそう、やばかったんですよ。懐かしい思い出です、まあ、そうならないように私もしっかり見届けたいと思います。今日さんのこと支えていきたいと思います。ありがとう。よろしく。ありがとう。お疲れ様です。はい、ゆめち、今日私の T シャツを着てきてくれた、はい、ありがとう。かおりさんを連れてこようと思って着てきました。ね、あ、今日着てない。今ね、着替えたからね、はい。どうですか、今までとは違う選挙だと思うけど、はい、
緊張しすぎてどうしようって思ってて、うん、怖いんですけど。全然違うでしょ多分。はい、全然違います。そうだよね、はい、だけど今日これイヤリングを、うん、あのレミさんがお誕生日プレゼントでくださったやつを、うん、衣装さんにちょっとお願いしてつけさせてもらって、うんうん、わー、ランチ系ですね。ルミさんが見守ってくれてると思って。ルミも大手の事務所に入りましたからそこは、はい、ルミさんにあやかって、そう、あやかった方がいいからそこは、頑張ります。ね、香里さん、ありがとうございます。入ってほしいなって本当に思ってるから。私のファンの人はでもアップカミング組はすごいみんな入れてくれてるから。握手会も来てくださって、本当は本当によろしくお願いします。いい結果になるように願ってる、はい、よろしくお願いします、ね、またその開票後に嬉しい涙で会おうね。めっちゃ、ね、ありがとう、ありがとうございます。頑張ります。痛めないでね。痛めないようにしたいけど。そう、痛めないように頑張って。新潟の米で炒めますね。最悪ね、最悪の時はね。新潟の米で。はい。はい、リオンです。こんにちは。どうも。どうも。どうですか？どうですか？気分的には。わかんないです。もう完全に客観視しちゃってます、私は。今？はい。なんでなんで？え、なんだろう。私多分。わかんない。これに向かって言っていいかわかんないですけど、うんうんうん、普通になんかその、もう多分今年はランクインできないと思うし、うん、なんだろう。だからランクインできないからこそ県外でもなんだろう、ちゃんと何やっていけるんだぞっていうのを、あ、もう切り替えてるってこと、自分の中で。完全に。でもわかんないものじゃんまだ。そうですか。うん。いやでもだってなんか毎年票数も上がっていくじゃないですか。まあ、ボーダーはね、しかも今回100位まで発表されたからある程度なんだろう、みんな予想したりとか、うん、去年とはまた状況が全然違うから、うん、今年は厳しいかな。うーん、だからある意味冷静です。去年の方がまだ何冷静ではなかった。去年はそうですね、速報入ったから、うん、入ったし、もう選挙でランクインするっていうのを目標にずっとやってきてたから、うん、もうここで入んなきゃっていう緊張がすごいあったけど、うん、もう私はないです。ああ、そうなんだ。私は冷静です。なんかそうか。いやー、でもあれだね、その逆で嬉しくて乱れてほしいな。嬉しくてキャーってなっててほしい、終わった後に。キャーってなったらいいですね、うん、キャーってなったら、まあ、それはもう奇跡ですね。本当に食べてんじゃん、もう。でも、なんだろう、なんだろう、気持ちは変わらないっていうのかな、うんうんうん、もうやる気がなくなったとか本当にそういうのでは。だって入りたいって気持ちはずっとあるもんね、それはちゃんと。でもやる気がなくなったとかではなくて、うん、普通に選挙が全てではないってことを証明できたらなって、うんうんうん、それ終わった後にやったからね。もうまあまあ、でもまた開票後にお話を聞きたいと思います。はい、ありがとう。じゃあどう、速報入って嬉しかったです。 7D2 で、はい、唯一2人、ね、嬉しかったです。すごい、ファンの皆さん頑張ってください。緊張してる？してます。入りたいなっては思います。9時でね帰っちゃうもんね。そうなんです。そうか、私はもしねララが9時で帰ってきた時コメント取れるようにはしたいから、はい、ありがとう。その時はコメントしてね。はい、ラランは入れるように、うん、ちょっと信じてるので、はい、頑張ります。寝落ちで口拭いて、じゃあなんか誰できてよだれで、よだれよだれじゃないです、水です。よだれ。マジで今緊張してるの？緊張しますね。え、上がってるんですか？ファンの人と笑顔出て約束してるんで、ずっとニコニコしてます。いや、ほんと頼むよ、うちも、はい、頑張ってるはずなんだ。うちのショールーム頑張ったからね、迎えてほしいです。本当にありがとうございます、香里さん。本当に全然、去年本当お世話になったから。どんちゃんのアップからでいい、はい、汚い、なんかなんで汚いの？さっき、はい、さっき、はい、さっき、はい、これライト光ってる、これどうしよう。ほら、行くよ。みんな、急
もしてて。かおりさん大丈夫。大丈夫。ちょっと撮れなかったもん。後で撮って。ね、また終わった後ね、笑顔で撮りましょう。行ってらっしゃい。みこちゃん、行ってきます。パパさん。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。わ、変わった。ダークホース。行け。上まで行け。あ、ふがわら。なんで出てくれないの。行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃい。頑張ります。大丈夫かな。ごめん、めっちゃクリーム。大丈夫。頑張るよ。頑張ってせーちゃん。だって一昨年県外だったんだもん。大丈夫。信じて。行ってらっしゃい。バイバイ。行ってらっしゃい。お、ゆりちゃん。行ってきます。ね。バイバイ。頑張る。信じてるよ。しっかり爪痕残してきてください。おなっちも行ってらっしゃい。なんだ。目指せ SK 大東。ね。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってきます。ラスト。はい。ラストキャップ。行ってきます。行ってらっしゃい。どうでしたか、初めての総選挙は。いや、実際2回目なんですけど。あ、そっか。はい、でも1回目の時はもう本当入って3ヶ月とかだったので、本当すぐで、今回は初めてこうランクインしたいっていう意思をたくさんのファンの方に伝えて、速報でランクインさせていただいて、まあ、ランクインといっても95位だったんですけど、私にとってはその95位で1日で2040票も集まったということは本当に嬉しかったです。じゃあなんか今回の総選挙を見て、例えば NGT の、 加藤みなみさんとか、もちろん田中美久さんとか矢吹奈子さんとかも出して、特に NGT の加藤みなみさんがランクインしたことは、やっぱりその新潟で開催ってこともあると思うんですけど、やっぱりなんて言うんだろう、ちょっと自分と似たような境遇じゃないですけど、やっぱりセンターに出来されて、それから1年経ったか経たないかぐらいでやっぱりランクインしているっていうのは、やっぱり自分ももっともっと頑張らないといけないなって思いました。なんかたくさんのチャンスをいただいたので、私はそれでなんかランクインしたらちょっと認めてもらえるようになるかなと思ったんですけど、今回はでもランクインはできなかったんですけど、でもファンの皆さんがすごい頑張ってくださってたのは私もすごい分かるので、でも来年はもっと上の順位を狙えるような人になれてたらいいなって思います。すごいしっかりしてるね。ララもしてないですよ。前のめりの時と全然違うじゃん。本当ですか。いやでもなんか悔し涙は流したの、どうだったの実際。なんかやっぱ出そうになりましたけど、うん、でもやっぱ自分はまだまだだなっていう気持ちの方がなんか強かった。強かったですね。なんかもっと頑張らないといけないんだな自分はって思いました。来年総選挙があったら出ますか。出ます。もっと上を目指したいです、なんかもっともっと上を目指して、あのステージでなんかスピーチしたい、してみたいなって思います。でもララはね、多分本当に前のめりからスピード出世でいろいろ自分でね思うことも多いだろうし、はい、周りからどう見られてるか不安かもしれないけど、でもみんなララがちゃんとやってる姿見てると思うので、ありがとうございます。また1年間選挙に出るんだったら、はい、もう明日からファンの人と一緒に協力して、でララはララのペースでいいから、しっかり頑張ったらファンの人が評価してくれると思うから、はい、まあ気負いは
気弱いせいで、気弱すぎて、そう気弱いすぎずね、はい、りょうはと二人でジュリナさんを支えてほしいなって私は思います、はい、なんかジュリナさんがなんか背負いすぎてるっていうのもなんか感じるじゃないですか、うん、そうだね。でも自分は実際なんか全然それを支えられるような人でも全然まだないので、うん、ちょっとでも SK に本当に貢献できるような人になりたいなと思ってて、でもなんか実際なんて言うんですか、その今ピンチピンチって思ってて、うんうんうん、でもそれをなんかピンチのチャンスって言うじゃないですか、うん、でも実際そのチャンスをなんかどうやってからなんか掴むのかとか実際わかんないじゃないですか、わかんないんですけど、うん、だったらそのピンチからこう抜け出せるのかなんかどうすればみたいなのわかんないんですけど、でもなんか一生懸命何事にも取り組んでればそれがなんかチャンスにつながるのかなって思ったりするので、うん、私1年は何事にも一生懸命取り組んでいきたいと思います。じゃあ来年ははい嬉しい涙を見せてくださいだな。流したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。期待しますよ。はい頑張ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。ごめん。なんで謝るの。謝らないで。泣かないで。なんでなんかうんお疲れ様。お疲れ様。泣いてる？どうですか、リサコ。いやー、みんなすごいね。っていう感じ。いやでもなんかファンの人に申し訳ないなっていう気持ちはあるけど、うん。うん。ねなんで泣くの？だってさ、辛いのに撮ってるわ。もう本当に。ねなんで泣いてるの？思うんだけどでも。みんなに頑張ってほしいから撮るんだけど本当にごめんね撮ってこんなの。待ってカウタンがなんか泣けてくるからね。待ってごめん本当に絶対撮られたくない。待ってカウタンがなんか泣けるからやめて。ごめんね撮って頑張ってね。いや本当に全然な本当に今もう本当に何もなんか、うん、だとごめんね泣けちゃう。なんかしたいね。うん、おいしいね。ちょっと川美さん、ごめんなさい。もう撮るのが辛いとかって、なんか撮らなきゃ来た意味ないから自腹で。頑張ってたの見てたから。もう工夫した1年にしてね来年も諦めないでね。ちょっと香織さんは泣くぞ。諦めないでね。うん見事押しね。ファンの人が頑張って投票してくれて、うん、一人一人が
ちゃ頑張ってくれたけど届かなくて、もう自分の努力不足だから努力コレージいつも頑張ってるつもりやったけどなんか違ったってことだから次こそ食べるようにもう今日から頑張ります。あれ、ちなみの見せてね、来年はありがとう、ゆきちゃん、ごめんね、ほんとにありがとう、入れなかったごめんなさい、なんで、なんですかってごめん、ほんといいですよ、全然でも、スッキリしてます、意外となんでなんか、まあ、自分はまだ足りなかったんだなって思ったでも、かおりさん大事だからごめん、眠りちょっと下がってやっぱり、でも本当にもうロッキーの恋は気持ちがあったからでも、彼も新しく入ったから、うん、もうそれだけでよかったかなって思うし、でも次は入る番になってほしい。いや、あの、うん、同期の子たちが活躍して、うん、ロッキー戦を広めてくれれば私はそれだけで何でもいいです。もう私がなんかできなくても周りのみんなが一緒に頑張ってきた子たちが報われてるとこ見れればもうそれでいいので私は地道に頑張っていく人になります。やめてね、ちゃんとやってるとこは見てくれてるから続けてね。心が折れたりすることもあるかもしれないけど絶対ファンの人は見てると思うから。もう折れました。折れないね。もう一周やって折れて、ま、じゃあだってもうチャーハン以外に炒めるものがあります。1年来年に向けて毎日炒めてください。じゃあでもキャラができてるのはすごいいいことだと思うから他の人が真似できないことしてね。はい、ありがとう、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様、おめでとう、すーちゃん、ありがとう。どう速報圏外で、何位だっけ、75位。なんか顔たまみだけでできた。あの私も圏外の経験があるから、うん、気持ちが分かるし、あの、まあ、今回あのさっきもスピーチでも言ったけど、あの去年は49位、票で言うと17,500かな。でからやっぱ世間的にはねやっぱりこう下がったって言われると思うんだけど、でも本当に改めてみんなのスピーチを最後まで聞いてても思ったし、この80人は選ばれし者なんだなってことを思うし、まあ、さっきも言ったけど自分がそこに県外になった経験もあるからこそ気持ちが分かる部分もあるし、なんかこう今回は新しい子がね結構ランクインしてる中で、私たちみたいな結構古くからいるメンバーがランクインすることってどうなのかなって思うこともあるけど、でもそれがきっとたくさんの方の希望になってればいいなっていうのも思うし、だから私は1年この1年自分ではやりきったって思ってるし、グループとしても個人としても自分にできることはやってきたなって思うから、もちろん後悔とかもないし本当にやりきった気持ちでいっぱいで感謝してます。うん、よかった、本当によかった、おめでとう、ずーちゃん、ありがとうございます、ありがとう、おめでとう、ありがとう、もう皆さんのおかげです。しかもすごいしっかりしたこと言ってて感動した。え、なんかちゃんと言えたかなって、ちょっと言えたよ、不安になったんですけど、去年の泣いてるエリちゃんをよく見てたので本当ですよね、うん、でもなんか今年は悔し涙じゃなくて嬉し涙流しましょうって言ってたんですけど、うん、なんか意外とというか
涙は流さず笑顔でステージに立つことができたので本当に良かったです。35位出ないから大丈夫ね、はい、本当にありがとうございました。皆さんおめでとう。来年もぜひランクインしてね、はい、頑張ります。ありがとう。ここからなので頑張ります。聞いてたよスピーチ。聞いてました。聞いてた。あ、聞いてほしかった。でもなんかゴミの話したのはすごい、うん、すごい良かったんじゃないかなと思ったよ。どんなこと話したのか今簡単に話してます。SKE48、 あ、投票してください。ここはいいわ。なんで何て話したっけ。何て話しましたっけ。だからごめんね、その3ヶ月、まあ、順位は、まあ、下がっちゃったけど、まあ、この結果を反省して、2ヶ月は選択は3ヶ月に1回がちょうどいいって言ってましたけど2ヶ月に1回にしようと思います。おもろ。でもなんか順位はどうなの正直。ないの。正直どうなの。55位です。でもなんか実際、うん、思うことあるでしょ。だってね、ないわけないでしょ。ないわけないじゃん。うん、そうだよね。でも、うん、なんか自分と向き合えたかなって思う。新しく、うん、って言ったら変だけど、あ、また考えるきっかけになったってこと、うん、かな。これが、うん、スピーチどうでした。いや、スピーチは良かったと思うよ。谷らしいなって思った。いかないです。ママさん、まあ、まだ来年もきっとあるからね。来年、うん、あるよ。だってさ、まあ、下がったんだったらさ、うん、もう上がるしかないじゃん。確かに、うん、確かにって思うよ。だから頑張ってください。はい、ありがとう。まっちゃんありがとう。でも本当に何らしくて私は笑ったからいいスピーチだったと思う。まっちゃんのこと思い出した。アドバイス、あ、本当に、うん、そうスピーチ嬉しい。ありがとう。むっさんって全然全然。あと壇上では虫と戦って。あ、そうなんだ。夜だからめっちゃ虫来て、こんな大変なんだ。知らんかった。ありがとうね。ありがとう。ありがとう。ランランおめでとうございます。ありがとうございます。ね、71どうでしたか。実際あんまりなんかすごい不安がってたイメージがずっとあったんだけど、うん、選挙中は目標順位はすごいはるか遠かったなってすごく思うけど、うん、でもやっぱり中堅メンバーとしてランクインできたことがもうさすがにすごいなと思い始めてきて、うんうんうん、でその選挙の前にカオタにめっちゃ相談したじゃん。してたね。なんて言おうとか。そうそうそう、話してたね。やっぱりステージに上がれることはやっぱ自分出さなきゃいけないって言ってくれたから、うん、ランランのラン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 しちゃんはさすがに言わせてもらった。言ってたね。でその後の徳光さんのコメントで、うん、岩さんとかとめっちゃ笑ってた。え、何何何ですか。なんか深い喜びですねみたいな言ってて、めっちゃ笑ってた。岩さんと智也さんと3人で見てたんだけど、それに超面白いなと思って。いや、そういうわけじゃないんだけど、いや、深い喜びをやっぱ表してたんだなって思って。逆にフォローしてくれたんだ。そう、だから徳光さんには意味をちゃんと伝わってたんだなって思って、私はすごい本当に面白かったよ。そう、裏で知ってたカオタンから面白かったかも。そう、面白かった。一回カオタンに自分をアピールしなさいって言ってくれたので言いますとか言おうと思ったけど、言わなくていいよ。言わなくて正解だった。言わなくていいわ、関係ないよそんな。でも、まあ、でもよかったね。本当におめでとう。ありがとう。来年もね、また頑張ってください。あります。 SK のために頑張ります。ありがとう。森さん泣いてるんですか。いや、ちょっと感動嬉しくて。いや、私が泣いてるのは、あ、泣くなくて、私が泣いてるのはそのやっぱランクインできなかった子を泣いてるのを撮っててすごい胸が優しい。マジ香織さん優しい。本当に優しい。辛くて本当に優しい。まあ、でもあれかね、はい、残念な結果だったけど、でも強くなりましたよ。本当ほら、明日から活動するちゃんと、はい、しますよ。うん、もうなんかなんだろうな、もうこれ以上できないってぐらい一回やってみて、はい、それでまた決めればいいと思うよ。う、ね、明日から本気でまた活動するので、うん、本当、はい、信じてるよ。るか、諦めないでね。いや、諦めませんよ。ちょっとでも6期生が活躍する年になりますように願ってます。はい、ね、はい、頑張ります。思ったよりなんかルカの想像以上にちょっと6期生が
あれだったので、ね、ルカも含め、みんなでまた一から頑張って、来年はもう全員がランクインするくらい、うん、あの6期生みんなで頑張っていきたいなって思います。ありがとう、かおりさんもありがとうございます。おめでとう。どうですか？ SK で一番初めに名前呼ばれました、うん、ねえ、そうだったね。そう、でもなんかそれまでなんか心の準備まだできてなくて、うん、なんか絶対めっちゃ楽だろうなと思ったけど、意外となんか、うん、我慢できたっていうか、なんか初めてだったが何言っていいか分かんなくて、なんか言いたいこともなんか全部言えず終わったので、ちょっとブログに改めて書こうかな。でもすごい嬉しかったです。去年の2年生なんか去年好きで速報入って外れた子が全員入ったんですよ、うんうんうん、それが何より嬉しかったので、なんかそうですね、第一投は逃しましたね。そうですね、はい、でも今回のランクインだけじゃなくて、まあ、次につながるように、うん、も頑張ってほしいね。なんかすごいあれだった、ツイッター見てたらね、なんか私とかあやちゃんが出てたら、まあ、ゆずきが落ちてるって思うとっていうツイートとかが結構あって、でも本当になんだろう、そこのさ部分含めて SK の子が新しく入ってくれたのがやっぱり私はすごい嬉しいから、ゆずきでよかったなって思ってるし、なんか言ってくれましたよね、今まで入ったことのないロッキーを。そうだよ、応援してるよ、本当に。いやだからね、まあ、ここに満足せず上を目指して、はい、頑張ります。引っ張ってってください、若い子たちを。そのつもりで。本当？はい。おめでとう。ありがとうございます。堀さんもありがとうございます。全然。はい、おしりんから、あの、なんだっけ。意味わかんないよ。そう、おしりんからもう一回今、回してくださいってわざわざ、ね、わざわざ言われたから回してるんですけど。曲やん。すぐ泣いてんじゃん。名曲ですやん。ティッシュもないし、この辺ね、塩とタオルもあるよ。どっちなの？これ綺麗なんじゃない？そう、なんかこれ綺麗、これ綺麗。あ、それ多分ルカのユダレとかやばい、本当？寝てたらいい。結局ナッキーとクマちゃん優しい。あの、大丈夫ですか？撮って大丈夫です。はい、さっき言えなかった思いがあったら、はい、投票してくれた皆さんありがとうございました。ランクインはできなかったけど、今回得たものはたくさんあるので、ちゃんとあの次につなげられるように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。笑えてますか今？以上、見えた、はい、本当にありがとうございました。ありがとう、シュリーマさん、はい、でもさっきのも使います、全部。嘘。ありがとう、挑戦してる。ちょっとさ、あれなんだよね、向こうって真似できるんじゃない、はい、またモノマネ。もう一回泣かないんで、泣かないんで、もう一回やってるですか、ここ。増えましたね。はい、増えました。レパートリー増えました。でもこんなとこ真似したら叩かれるんで絶対にやります。これが最後。はい、これ絶対にやりません。ありがとうございます。どうですか、31。初めてだよね。そう、初めてでこんな順位をいただけたことがまずびっくりした、うん、しましたね。アンダーワールズね、本当にすごいことだから。本当に。はい、なんかでも速報で9位っていうのにもびっくりされて、うん、正直どこまで落ちるかっていうのが、うん、どこまで落ちちゃうかなって思ってた部分もあったんですけど、うん、全然私の予想をはるかに超えるね、うん、順位をいただけて、アンダーガールズなんてもう全然思ってなかったので、うん、ファンの方ってすごいなって思いました、うん。来年も上を目指してください、31以上。はい、そうです、目指してね。はい、本当におめでとう、最近嬉しい。私のファンの方だけじゃないので入れてくださったのが、それにも助けられた総選挙だったなって思います、うん、来年もよろしくお願いします。お願いします。おめでとう。やばい、香里さん泣いてる。そう、29位。はい、おめでとう。ありがとうございます。
どうでした、のおちゃん。どうでしたか。でも今は一旦落ち着いて、うん、なんだろうな、やっぱりまあいろんなことを考えると、うん、あ、なんだろう、うん、SKE に申し訳ないことしたなってちょっと、うん、思いますね。なんかすごい袖で私は泣いてたのを見てたからもうすごいカメラ回して分かったんだけど楽屋しかダメだからちょっとすごい香里さんにはバレちゃいましたね。そう、複雑な感じだけど、でもなおちゃんの悔しい涙がすごい、なんだろうな、私はすごく響きました。スピーチちゃんと言えました。うん、言えてたよ。大丈夫だよ。でもなんかこうやって悔しいって思えて本当に幸せだなって思います。まあそうだね、うん、悔しいがないと次にも進む力にもなれないし、なんかより SKE48 のことが大好きで大切で私の居場所なんだなって感じることもできたし、皆さん9時15分ぐらいに出ます。行けますか。10時、あ、嘘、10時。はい、大丈夫です。はい、あ、を続けて、はい、と思えたので、うん、結果的には良かったかなって、うん、今は思います。うん、来年も来年期待してます、選抜の。そうですね、でもやっぱ選抜との壁はまだまだ高いなっていうのは実感してるので、票数にしろファンの皆様の知名度にしろ、なのでもっと何かね、この1年で選抜を目指す1年にしたいですね。うん、うん、でもね、 SKE 内でもなおちゃんがもっともっと活躍してくれるのは私はすごく楽しみにしているし、すごいプレッシャーかけちゃうのがすごい私も嫌だなって思うんだけど、でも本当になおちゃんはやっぱ報われてほしいし引っ張ってほしいなって思うから、ありがとうございます。でも本当に嬉しいです、そうやって言ってください。なんか今までほらなんかそんな期待っていうのはねされることってなかなか人間ないと思うので、うん、頑張りたいと思います、ね、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。おめでとう、ありがとうございます。やりました、ね、去年の速報ランあ速報組、ね、速報組です。はみんな全員入ったということで、はい、やりました、ね、よかったね。どうでしたか、初めての選挙の。いい景色でした。なんかいつもはなんか横から見てたから、うん、なんかまた違う感じで真正面から見れてよかったです。でもなんかちょっとキモかったかなと思って。なんでなんかキモかった大丈夫だよ、それが感情だし。でも本当に嬉しかったです、うん、でもなんか本当に今回はいろいろな方の支援もあったので、もちろん私のファンの方だけでなく本当に同期のファンとか最近だと乃木坂さんのファンの方とかもすごい入れてくれてたみたいなので、うん、もう本当にもう一人一人に感謝言いに行きたいぐらいですけど、それは無理なのでちょっとしっかりブログで思いを伝えれればなと思ってます。ぜひ自分のチャンスにこの順位をつなげてください。めいめいも自信に変えて頑張ってね。ありがとうございました。おめでとう、お疲れ様、ありがとうございます。おめでとう、何位だっけ。67位ランクインさせていただきました。自分、はい、的にはどうなんですか、今年の結果は。なんか今年の目標がアンダーガールズで、目標には届かなかったんですけれど、去年の73位から6つもアップすることができてすごい嬉しいです。あのアップ、なんかランクアップできたということで、まだまだ、 なんだろう、上に行きたいなっていう気持ちがまた大きくなって、うん、また来年もあれば私は何回でも挑戦したいなって思います。はい、なんだろう、
今の SKE を引っ張れる存在になりたいです。ああはい来年に期待してますね。ありがとうございます。嬉しいです。かおりさん本当になんかいろいろ言ってくださったみたいで、あの名前を、ああ、はい、全然いいよ。本当に嬉しかったです。プレッシャーにならない程度にこれからも言い続けます。いつかはそのかおりさんの予想を立ててくださった、うん、あの順位になれるように頑張りたいと思います。超えてください。はい、もう選抜いや1位目指します。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもお疲れ様です。私はちょっともっと上に行くと思ってたからびっくりした。でもなんだろう、速報正直10位去年より落ちちゃって。あ、そうなんだ。はい、300票落ちて10位落ちたんですよ、うん、だから厳しいっていうのはファンの人からも聞いてたんで。嘘でしょ。いや、私はラッキー、全然ガンガン行くと思ってたよ。でも私のファンの人ってなんて言うんですか、投票系強い強いって言われるんですけど、うん、強いってなんて言うんですかね、技術を持ってたりとかすごい戦略的に強い方が多くて、はい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 、だからなんだろう、数がいるわけでもないですし、そんな、うんうんうん、だからすごい周りの方が逆に期待してるからこそ支援の票とかは入らないんで、私あもう自力で頑張るしかないってことだね、はい、だから箱押し票とかはなかったっていうのを多分痛かったと思います。すげえ冷静に分析してるんだね。でもね、今年は正直悔しいですね。でも思えることが大きいよね、悔しいって、はい。そうだから私もこんなにね、本当に正直もうこんな早く呼ばれると思ってなかったから、うん、マジかよと思ってて、うん、見ながら落ちちゃったんで去年より、ね、これも上がってほしいな来年は。まあ来年あるありますかね。やったらちゃんと出て上がってほしいな。いいでもここにいる限りは出続けようと思って、おちゃんと出てください。それ取ったら多分私のなんていうんですか、アイデンティティみたいなのがなくなる。なんでよ。でも独自でね、いろいろ今将棋の方のやつもだってね、ツイッターで絡んだりして自分で掴み取ろうっていうのはファンの人たちは知ってると思うから、まあそういういろんな形でね、どんどんラッキーにしかできないチャンスの掴み方で来年に向けてまた動いてほしいなと思います。はい、お疲れ様。おめでとうでいいか分かんないけど、はい、でもまあ詳しくはブログを読んでください。ありがとう。ありがとうございます。マイマイおめでとう。ありがとう。どうですか？嬉しかったです。順位を受けて嬉しかったです。嬉しかった。なんか去年で終わりかなって思ってる人も多かったかもしれないから、うん、今年は絶対ランクインするという気持ちで挑んだので嬉しかったです。なんか照れるんだけど。なんで？でもまあまあすごい選挙強いなって思うんだよね。なんかそういうイメージがある。でも選挙がなんだろうな、選挙が強くなっていった方がいいかも。でもファンの人との絆もすごい感じますか、その最近ここ何年かは。去年初めてランクインして、ファンの人との距離はもう本当に近づいたし、ファンの人同士がさらになんか団結を深めてくれて、なんか一人でやってるんじゃないんだよっていう、みんなでなんか歩いてるよっていうのを、なんだろう、ちゃんと前に分かるように伝えてくれてるから、なんか嬉しい。ファンの人との距離は本当にここ 1,2 年ですごいぐっと縮まったし、言いたいことも言えるようになった、うん、それはとてもいいことだ ね、 そうですね。前々にとっても、はい、またね、うん、来年会ったらぜひ、はい、ランクイン目指してほしいと思いますので、頑張ります。今回の順位をチャンスに変えて頑張ってください。ありがとう、本当にみんな。おめでとう、なんちゃん。ありがとうございます。おめでとうでいいな。うん、やっぱ肌が白くてすごい飛ぶ。よいしょ。はいはい、大丈夫ですか？うん、ごめんね。いえ全然。いやでも私はもうランクインできたことがもうまず一番、なんか、まあ、最初の方に呼ばれたんで、うん、すごい早めに安心できたっていうのはあったんですけど、うん、でもなんだろう、なんか私以上にすごいなんか
いろんなメンバーが悔しいねとか言ってくれることが嬉しいなって、うん、なんか若干なんだろう諦めかけてたところもあったんで、そうやって悔しいねって言ってくれるっていうことはそれだけこう見ててくださるってことだと思うんで、ファンの方にしろ、うん、こうメンバーにしろスタッフさんにしろ、うん、そうやって言ってくださることが、まあ、一番嬉しいですし、まあ悔しくないって言ったらそうになりますけど、でもなんだろう、とりあえず今は一番はランクインできてよかったなっていう気持ちでいっぱいですね。めいめいが入ったのはどうだった？いや、めっちゃ嬉しいですよ。めちゃくちゃ嬉しいです。なんか去年の総選挙の時にそのめいめいがランクインできなくて、うん、でまどかと私とメインと3人でもう人がいないところで泣いたのを覚えてるんです。そうだったんだ。それを覚えてるからこそやっぱ今回メインがランクインしたことはもうめちゃくちゃ嬉しかったです、うん、4期もねいっぱい入ったからね。そう、ランクインできたからちょっと一安心です。あやがいない分そうだ、ね、不安もあったけど、うん、まあ、みんなでこう力を合わせて頑張れたかなって感じですね、うん、来年も4期の絆を見せてくださいね。ありますよ。おめでとう、まーちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありました。センターどうですか？65位でした、ね、本当に来たね、鳥肌立ちました自分で、ね、でも65位までに名前が出なかったら出ないなって、うん、あ、そうなんだ。なんか直感で思ってたんで。いやでも超嬉しかったよ。うえーマジでこいつ強運だなと思って本当に。でもなんかどっちかっていうと嬉しかったのもそうなんですけど、うん、SK のみんながもう立ってこうやってみんなで喜んでくれたのが一番嬉しかったです。本当なんかよかった、うん、なんか SK 今までやってきて、うん、なんかみんなに喜ばれるっていうこととか、うん、みんなが応援してくれることってやっぱりなんだろう、本当に心の底からみんなが思ってないと、うん、できないことだなと思うし、うん、第一投こそ取れなかったんですけど、まあね、でも気持ち的には一番固まってたし、うん、パフォーマンスも今日コンサートも一番いいもの見せられたって私本当に自信があるので、うん、本当にこれからも私、まあ、あと残りわずかですけど、よかんないよ、伸びるんじゃないですか？まあ、そうかもしれないですけど、うん、まあ、気持ちどんどん固めてどんどん後輩に伝えていきたいなって思います、うん、ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様、お疲れ様です。おめでとう。ありがとうございます。頑張っていい曲が来ますように。本当ですよね。ダンスキーレイス、ありがとうございます。ねんな、お疲れ様でした、はい、お疲れ様です。どうでした？いや、今回はランクインできなかったんですけど、うん、でも私はやっぱりなんかいろいろ人によってタイミングとかいろいろあってそう違うと思うから、うん、私はもう私のタイミングでランクインできたらいいなって思います、うん、でもだから、はい、ジュリナさんにも最近すごく自分は、ね、言われたりとかしてて、はい、こうなんだろうな、こう研究生からずっと頑張ってきたのが、はい、どん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 人の目に増える機会が増えてきてると思うので。ダブル J だもんね、はい、J ってあのモニターに映んないかなと思ってずっとこうやってカメラを見てたんですけど、うん、映んなかったです。J だからね、もちろん悔しい気持ちもあるんですけど、いいことですね、はい、来年に向けて、来年本当に、うん、頑張ります。まだいますよね、5年いるって。5年いるよ、本当にいるんですか？予定です。予定です。はい、予定です。約束はしてくれないんです。約束はできないな。予定。みんながね、はい、こうもう私がいなくても安心で育ってくれたなと思ったら卒業するから、はい、でもジュナはジュナのペースでね、はい、また1年間頑張るので頑張ってください、うん、また応援よろしくお願いします。ありがとう。頑張ろう。はい、すごい力強い子になったね。そうだよ、たくましくなったよ。もうみんな見てて思う。ありがとう、はい、ジュナ。ありがとうございます。え、なーちゃん見てたんだよね、ドンちゃんが。ちょっと離れたとこかな、ドン、うん、ちゃんのその姿を見てて、誰だっけ、あのさ、さや姉さんとかの発表の時にジュイナさんかさや姉さんかどっちが来るかみたいな、うんうん、になった時にのほどんちゃん
ずっとやってたで、もう泣いてるの誰よりも。そうだったんだ。泣いてたよね。ずっと間で声出てて。で松井あ違う。山本さやかってあの時めっちゃ見てるじゃん。めっちゃ見てたんだね。本当面白くてすごいね、喜んでたよね、ジュイナさん。そしたら奈緒ちゃんのレポートを受けてそのままでした。嬉しい。すごく嬉しかったんですけど、やっぱり忘れ物しないようにやっぱり1位が良かったなっていうところはあるんですけど。そうだね、私もすごい悔しかった。悔しかった。でも3位まで来たのってすごいさ、こう、まあ、本当は1位がいいけど、ステップアップとしてはさ、すごいそこって大きいじゃん、うん、ここまで食い込んできたのが。だからどんちゃんとしてもね、はい、すごい嬉しかったし、なんかやっぱりたくさん SKE のことを話してくれたので、うん、ジュリナさんが、それがすごいなんかもう嬉しかったし。個人は、はい、個人はそうですね、佐野市も協力参加してくれてましたが、佐野市もたくさん協力してくれたから、うん、ちょっと地元に帰るのが怖いんですけど。まあでもまだね、引き続きね、まあ、そうですね、大使もあるでしょ。はい、だからやっぱりでも今年の総選挙は結構なんか自分の中で一番悔しいなと思ったんで、うん、だからもう本当に今年1年、また来年であればなんですけど、絶対ランクインしたいなと思うので、また今年も1年本当に頑張りたいと思いました。ありがとう。はい、でまた1位を。そうだね。ぜひ目指しましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お疲れ様。お疲れ様。どうでしたか？いや、もう悔いないです。うん。本当？すっきり。自己最高だからもうすっきりしたよ。去年と何が違った？今年。今年？いや、でも今年は本当にガクンと下がるか。どっちなんだろうって思って、去年は本当に SKE のファンの人がいっぱい支えてくれたから、ドーンってアンダーガールズに入れてもらったけど、今年はまあ本当になんか最後って言ったことしかないけど、最後でどれだけファンの方がなんかね、なんて言うんだろうな、力を発揮するじゃないけどさ、最後って言ってるから力を発揮してくれるのかな。なんか自分のファンってさ、実際どのぐらいいるんだろうって分かんないじゃん、うん、普段。そういう意味でもなんか私のファンの人って結構省エネな人が結構多かったから前からね、うん、だから今年最後って言ってどう来るかなって思ったら、まさかの超えてきたから、うん、3万だからもう、いやすごいよね、うん、で私初めてランクインしたのアンダーガールズで、締めがアンダーガールズで逆に良かったなって思いました。じゃあ悔いはないですか？悔いはないです、本当にすごかった、うん、今年の選抜の壁とか見てて、むしろなんか新しいジュリとかが入っててなんか良かったなって思った。じゃあ次は応援します。応援する、来年応援に回ります。ありがとう、本当にお疲れ、みんなお疲れ。ありがとう。見てましたか？見てたよ。旅館なんかついてそう。ついてないよ、ついてないよ。悔し涙でしょ、嬉し涙じゃないでしょ、だってそうですよ。 4K ですか、やだ。 4K じゃないから大丈夫、これ悔し涙でしょ。見てましたか？見てたよ、ちゃんと見てた。岩さんと智也さんと3人で、えってなりました。まあでもさ、リョンハが目標高く言ってたのも知ってたし、まあ、表情を見て嬉しい涙ではないだろうなみたいな、やっぱそこはわかるよ。でもその悔しいと思ってるリョンハがなんだろう、成長したんだなって思って。お母さんですか？そう、去年とかと比べるとね、去年と比べて、去年と比べてどうだったの、自分的に選挙。え、でもなんかそんな重くは考えてなくて、始まる前とかもすごいヘラヘラしてたんですけど、うん、いざ呼ばれてちょっと動揺しました、すごい。それ何？早すぎてでしょ？はい、うん、いやでもね、本当に自分がまだまだ全部努力不足なんだなっていうふうに思いました。うん、だってあの後泣いたりしてたって聞いた、誰かに。
かけた後とかも。ああ、そう、そうですね。私はね、ちょっと袖の方は行けなかったからさ、詳しい理由分かんなかったんだけど。ドキュメンタリー。撮って、ちょっと、あの、北川リョーハ。そうそう、リョーハの、北川リョーハの撮って、なんか。ファンじゃない。いや、なんで？いや、ファンだけど、確かに。格好ファンだけどね。そう。さあちゃんのね、あれじゃん、写真もずっと持ってたもんね、チェキ、お守りで。お守りって書いてくれた、チェキ、くれたチェキをずっと持ってたんですけど。ね。でもちゃんと話せてたと思うよ。なんかそれにびっくりした。え、本当ですか？だってさ、こんなカメラ映んなかったじゃん、最初。すぐ逃げてさ。嫌だ、無理で、無理みたいな。でも裏帰ったらめっちゃカメラいたんですよ、もう。あ、そうだったんだ。お出迎えかのように。それに映りたくなすぎて、うん、すごい、もう、これでも勝ってくらい下向いて歩いちゃった。泣いてたから。泣いてるの映りたくないんですよ。まあ、そりゃそうだよね。誰でもそうだよね。まあでも今はもう冷静になったのね、落ち着いて。今はそうです、多少は。私メンバーといたから、うん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 、なんかそんな暗くなってちゃダメだなみたいな。まあメンバーの前では明るくいます。無理してないの？大丈夫？いや、でもそれはしょうがないことなんで、うん、まあね。まあでもね、兼任もして、これからまたどんどんね、リョーハは吸収していくことがもっともっと増えて、リョーハのためになること、いっぱいまたある1年だと思うからね。ですね。まあいろいろ感じることもあると思うけど、その SKE での待遇とか、それにまあ自分が応えられない気持ちの、その結局そこの狭間でリョーハは揺れてる気持ちがきっと大きいだろうから、まあ思うことあるかもしれないけど、まあでもみんなはリョーハの背中を見てるし、リョーハの背中を見て選抜メンバーも踊ってるわけだから、自信持って、まあ、つなげたくなるけどね、結果をね。でもそこはまた別だからさ、リョーハのペースで自分を信じて引っ張ってほしいな。まただから1年ねあると思うし、すごい複雑だと思うけども、リョーハらしく潰れないでやってください。って感じかな、私から言うことは。嬉しい、香里さん見ててくれた。見てるよ、みんな見てたもん、ちゃんと。嬉しい。本当？でもちゃんと話せてて、本当になんかおーみたいな。本当ですか？みんな本当にちゃんと話せるようになったんだなって思ったな。でもなんか本当はもっと、うん、リョーハはネガティブだから、本当はネガティブなことばっかしか出てこないけど、うん、いやダメだと思って。あ、そうなんだ。本当、なんか、うん、自分の気持ちよりも、うん、なんだろう、感謝を最優先に言った結果があるでした、うん、そうだね。だから本当に悔しいって気持ちは全然ブログに書いたり、ファンの人に言うのは言った方がいいと思う。そうですよね。うん、ちゃんとそれはね。だから来年に向けて自分がね、満足できるような結果が得られる一年にしてね。はい。よかった、取れて。ありがとう、ごめんね。楽屋で、ね、取り逃してたから、リョーハのこと取りたかったんだ。いや、だよ、ごめんね、ありがとう。香里さん、また会いましょうね。またね、うん。またね。おやすみ。おやすみ。お疲れ様。お疲れ様です。どうでしたか、選挙。すべてではない。うん。かな？なんだろう。ごめんね、聞いて、本当に言いたくないのに、本当にごめんなさい。うん、悔しいよね。
なんか強がってるリオンを見るとすごく何とも言えない気持ちになるんだけど、もっと素直に貪欲でいていいと思うんだよね。でも、うん、これはこう長い人生を見て、うん、私にとって必要な過程だったと思うから、うんうん、悔しくないって言ったら嘘になるけど、でもちゃんと向き合えてよかったなって思います。今年もう忙しいし帰んなきゃいけないけど、もうファンの人のあやちゃんの姿が絶対見たいか、うん、嫌なのも分かるんだけどね、絶対思っていること、なやちゃんは絶対あると思うから。なご飯行く、大丈夫。まあ、なかなか言わないなるちゃんだから、いぐちゃんも入ってね、同期もいっぱい入って思うことありますか？今回はなんかもう5期生も残り5人だし、それ自分以外の5期生みんな入って嬉しかったけど、でもその なんて言うんだろう、なんか一人だけすごい置いてかれてるし、でも自分的にはその今まで一番最初からやってきた劇場公演とか握手会とかで手抜いたこともないし、だからすごい悔しいけど、でももっと自分で頑張れるとこがあるんじゃないかなって思ったので、頑張ります。諦めないでね、のるちゃん。頑張ります。大ファンの人は見てるから、多分毎年すごい悔しい思いをしてると思うけど、今年は人一倍去年よりももっと悔しいなって選挙できっと思ったと思うので、その気持ちに負けないで、はい、また来年選挙があった時は胸を張って出馬してほしいし、立ち向かってほしいし、劇場も今まで通り頑張ってほしいなって思う。私もパフォーマンスできない人から言ってもあれだけどね。頑張ります。ありがとう、ごめんなさい。いやいや、ありがとうございます。ごめんね、なるちゃん。ありがとう、本当に。おめでとうねえ。おめでとう。やばやばくない、別に。なおちゃんも分かったスピーチの時泣いてた。後で片付けるんです。頑張ろう。ありがとうございました。ありがとう、なおちゃん、お疲れ様。あ、おめでとう。あ、本当にあれだね、まっすぐいい子に育ったね、君は。ねえ、何一番片付かれてる。センターじゃん。センターでした、ね、なるちゃん、素敵なセンターで素直にいい子に育ちました。本当に不器用ですけど、よかった、撮れて。絶対なるちゃんのコメント撮りたかったんだ今日。本当に、うん、なるちゃんの応援本当にお願いします。すごくいい子なんです。すごくいい子なんですね、うん、みんなもちょっと不器用なだけで本当にすごくいい子なんです。努力も誰よりもしてるんで、うん、そんなことない、みんなと一緒。ぜひ、ね、
次は5期が全員ランクインできるのをね、はい、楽しみにしてるし、ファンの人も頑張ってほしいと思います。ありがとうございました。ごめんね。見てない。本当？大丈夫。でもあの絵はすごいショックだったけど、すごいいい感じでした。ん？何？この最初のやついい感じでした。最初は誰だっけ？なんか都内でみたいな。すごいなんかすごい、もう本当に申し訳なかったけど、ドキュメンタリーみたいで。何これみたいな、完全ドキュメンタリーだなって思って、でその後も申し訳なさすぎてずっと泣きながら撮ってた。マキコがいなくなって、もううちめちゃ「おしいよ」っつって怒ってみて、でもマキコも絶対悪いと思ってるって。でも多分もう覚えてないよ。多分覚えてるよ。本当？でもじゃあ どうやってなんか、まあ、なんか姿現したいか分からなくて、次行こうって言ってもなかなか行こうとしてる。こいつ迷ってんだな。じゃあちょっと後でお話ししましょう。ちゃんとありがとう、うん、みんな撮っといて。もう撮ったんだ。なんか帰るの早いね、みんな。もっとなんか椅子あるから逆に言いにくいとかと思った。違うよ、もうみんな結構撮った。そうだね、そう大通りぐらい。え、そんなに。まあでも後でまた話しましょう。お疲れ、うん、落ち着いたらね。まとめとくわ。オッケー、よろしく。お疲れ様。やりたい。コード決まったの？来年のこと？来年第1等のために。ちょっと考えてくれる。考えます。前向きに検討しますね。でも前向きに検討します。前向き。震え声ぐらいな感じですけど、本当に本当に嬉しいけど、でもジュリナさんもサインプレゼントございます。なんか願ったんですよ。でも壁でかいです ね、 ね。もうなんか票数がもういろんな壁があるよ。いろんな壁があるよ。乗り越えなきゃいけない。もう第一党になるっていう壁は一回壊してるからもね。そうだね、うん、難しいよね。なかなか多分連続って、うん、確かにその時の勢いもあるだろうし。でも来年ねやるって決まっても、まあ別に第一党が何々って言われないかもしれないですしね、うん、まあ確かにね、保証はないですもん ね、 ね、今回から出たから。それこそ公演が全てのね、毎年の総選挙の景品になっても困るしね。うん、だって早くチームSにもね新公演欲しい。本当にSだよ次。そうです、確かに。そうですよね。そうですよね。忘れてた、ちょっと順番順番言ってたのに、ね、あれ。でもね、SKもね今自分たちで公演変えて、うんうん、始めてます。始まりましたから ね、 ね、まずはそれをね頑張って感じかな。枝豆。NGT の方から。枝豆食べちゃうよ。美味しい。なんか終わってしまった。終わったねって感じ。今年も終わってしまった。これでまた一年がまた始まる。ね、始まる。明日からですよ。もう一年また始まりますよ。不思議な気持ち。あっという間。でも楽しいことがいっぱいで、あっという間な1年にしたいね。そうですね、年末が暗いニュースじゃなくて明るく起きたよ。年末年始を迎えられたらいいですね。起きたよ。いいですね。お邪魔しますって感じ。本当もう、ね、いいよ、ちょっとゆっくりしてて、だって忙しかったでしょ。うん、美味しい。一人だけ以上これで、みんな翼はいらないんですよね。美味しいじゃん。じゃあ耳元でそれ支えてきたんですよ。一生一人だけ違う。めっちゃいいじゃん。じゃあ年末がね、はい、そっか、全員じゃ何選考局入ってる子たち、うん、ダース以外、うん、すごいじゃ ん、 ね、 ね、皆さんのこの1年、でも本当に1年誰に感謝していいか分かんないぐらい感謝するべき相手がいっぱいいて、いやまず去年の結果だけでわーって終わってたらもしかしたらくじけてたし、なんかメンバーもなんか一緒に泣いてくれた人とか、私が下がったことでなんか、うん、一緒に過酷になった人とか、ね、ノーストップで食べてた。めっちゃ好きだよね。止まんない。何かこうなんか、なんだろう、自分がここにいる意味っていうのも今までそんなに自信持てなかったけど、なんか周りのみんながそれを少しずつ示してくれたというか、
ていうのとか、スタッフさんとかも変わらない信頼を置いてくれたりとか、そういうのがすごく自信になったし、ファンの皆さんも呆れずに一緒にいてくれたりとかしたから、なんか家族もだし、なんか感謝したい相手がいっぱいすぎる、私は、ね、本当去年の今頃のあかりんがこんな前向きでいれると本当思ったな。確かにね、それはそうだ。おかえり、ただいま。前向きあかりん、おかえり。本当に、でも本当の意味で前向き。結構食べてますね、ボリボリ。ちょっとじゃあ男性また後でお話を聞かせてください、お戻しします。じゃあもう撮ったんだ、ジュナさん。そう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 、おめでとう、ありがとう。トロフィーないの？トロフィー あっちかけて、乗ってきて、見せて。いやー、ナナ見えるか、嬉しい、見えるよ。もうずっとさ、ね、ヤスさんとトモヤさんと3人でね、ずっと見てたの、でさ、いやまだ呼ばれねえだろ、やだ呼ばれねえだろって言ってさ、で7位の発表の時に、いやもうこれだったら、どうせだったらもう6で呼んでほしいまあ、ね、ずっと言ってて、欲は出るよね。そう、いやでも、いやでもね、ほんと快挙。いや8位で呼ばれた時に、もう震えてて、なんかもう8位の時涙が出た。そうそう、なんかさ、もう正直距離も私すごい遠いとこにいたからさ、男性がどんな顔で待ってるかも分かんないしさ、テレビの時ってさ、結構他の待ってる人たち抜いてるじゃん。でもその映像ってモニターには出てないの、実際。あ、そうなんだ。その、テレビ中継じゃないからさ、だからもうどんな顔で、いやメイク直し、あの時直すって言ってたけどちゃんといけたのかなとか、ずっとね、大丈夫かな大丈夫かなって思ってて、いや本当に、いや本当におめでとう、本当にありがとう、マジで本当におめでとう。カオタンファンの皆さんも力貸してくれた。いや全然もうビビたるもんだと思うよ。もちろんね、男性に投票してくれた方もいたと思うけど、ね、したよって言ってくれた人もいたから、本当に感謝です。いやね、びっくり。なんかどうだったの実際、そのアンダーからさ、だって去年で言ったらもうさ18とかトラウマなわけじゃん。そうそう、もう、ね、そこら辺の順位ってアンダーガールズの発表の時はずっとずっと祈ってた。そうだったんだ。プルプルプルって祈ってて、そっかそっか、呼ばれなかったと確信した時は、うん、ほっとしたのかな、やっぱり。でもするよね、私も17位の時そうだった、去年、17で自分の名前じゃなかった時に、あ、そのダンスのでちょっとパニックにはなってたけど、SKE っていうのじゃないだけでもうなんかちょっと肩の荷が下りたっていうか、そういうのはあったね、ほっとした、その時で、ね、ナナまで呼ばれなくて、いや本当に超えたじゃん、ジュリナさん、レナさんに次3人目 SKE で 7位以内。そうだよ、周りがさ、テレビにいっぱい出てる人たちばっかりなの、やっぱりテレビで見る人たちが周りにいた。いやでもそこに来るっていうのは、やっぱりさ、やっぱりだってちゃんとコツコツ一つ一つ頑張ってるからだよね、っていう風になんかみんなも思ってくれてたなら嬉しいよね。いや思うよ、からなんかどこまでおろそかにしてないの、おろそかにしてない結果が、コツコツ、まあ、7年間分積もってるのがこの順位だと思うし、でもさ、なんかさ、周りはさ、なんか勝手にさ、美化じゃないけどさ、砂がすごいみたいになっちゃうけどさ、やってること実はそんなにさ難しいことじゃないからさ、だからさ、周りのさメンバーたちも私が入ったのを見て、じゃあ私もって思ってくれるのか、それとも、あ、須田さんすごいなで終わっちゃうのか、どっちなんだろうと思って。いや、須田さんすごいは思うよ、そりゃ7位だから。でもやっぱりコツコツやることって大切なんだなって絶対、私は後輩たちは思うと思うよ。思うかな。なんか地道にちゃんとやってれば結果はつながるし、ファンの人は本当に見てるんだなって思ったと思う、かな、それが一番伝わってたら嬉しいなと思う。なんか須田さんだからできるんだよって思われてないか、まあ、そんなね、男性も器用な人じゃないから、まあ、それはないんじゃない。いや、いい意味でね、いい意味でね、わかるわかる、ありがとう、かな、だといいな、意味があるものになってた。
お、じゃあお仕事行ってくる。で待って、今度まで、も改めてね、お、この後も遅いと思いますから、うん、そうだね、そう、まあでも夜起きてたら言って。あ、そうだね、言う。ホテル帰ったタイミングで言うね。分かった。行ってらっしゃい。行ってくる。いいね、忙しい。去年はそういうのなかったから。なかった、もうなんかぐしゅぐしゅで帰ったからね。え、一分いや、よかったよ、スピーチもちゃんとさ、よかったね。喋れてた。大丈夫大丈夫。だから私もさ、ちょっとは知ってるし、うん、会議してたから、うん、何話すんだろうって思いながら聞いてて、うん、でもやっぱダンスが言いたいことをちゃんと言ってたから、うん、よかったね、考えてね、うん、パニックにならないで。若干なってたけど大丈夫、ね、いってらっしゃい。じゃあお仕事、ありがとう、行ってきます。バイバーイ。お疲れ様です。ありがとう。すじなさん、いや、なんか意外とさっぱりしてた。私はびっくりしました。何がさっぱりしてた？え、スピーチが？なんて言うんですか、私本当に倒れちゃうんじゃないかなって思ってたんですよ。嘘、勝手に。なんで去年ぐらい崩れちゃうのかなってちょっと心配してて、ただ本当にたくましくて、嬉しい。びっくりしました。だからその弱いとかじゃなくて、なんだろう、やっぱりもう本気でジュリナさんが1位を目指してるのを見てたからこそ、なんかもう弾けちゃうんじゃないかなって思ってて何だろうな。いや、本当力強かったなっていう。嘘、ただ嬉しい、はい、なんかね、やっぱファンの方が毎年毎年、なんだろう、やっぱり何位になっても俺らの中では一番だからねとかメッセージ伝えてくれたりとか、あとはなんか今年は結構 SK のメンバーが結構1位になってほしいって言ってくれる子とかがすごく多くて、なんかそうやって思ってもらえてる、もう気持ちがまず嬉しいなっていうところから入ったからまあ、今までとはやっぱちょっと違う選挙だったなっていうのが、なんか強い気持ちで臨めたかなって、うん、孤独さが全然なくて、はいはいはい、なんかないでも待っててくれるみんながいるんだなって思えたから、それがすごく嬉しくて、うん、その気持ちの方が強くて、今年はもう笑顔でステージに立ってた。それも約束してたの、ファンの方と。そうなんですか。今年こそは泣かないっていうのを毎年泣いてたから、でやっぱりなんだろう、悔しいっていう気持ちがやっぱ前面に出過ぎちゃうからさ、うん、やっぱりみんなでこう一つのものを追いかけてると、うん、だけどやっぱり感謝の気持ちも一番に伝えたいから、そこをちゃんとやっぱ忘れちゃいけないなと思って、今年はしっかり笑顔で気持ちを伝えました。そうだったんですね。そう、なんか、ま、今回開演ちょっと押して待ってる時間多かったじゃないですか。いや、もう超ドキドキした。だから私はチラッと見えたんですけど、メモでずっとジュリナさんがメモを見て知らないでよ確認してる姿を私は発見してしまったんですよ。うんうん、いや、あれは何だったんですか。あれ、いや、あれはそのなんだろう、まあ、言いたいことを何個か考えてたのがあったから、あ、まとめてたんですか。そう、頭の中で。そうなんですね。いや、だからもう私本当に何だろう、やっぱり私もまあ去年結構怒られたりしてる身だから、スピーチってやっぱ大事じゃないですか、うん、でジュリアさんがそういう用意をちゃんとしてやってる姿を見て、いや本当にもう本気だなと思って、本気なのは伝わってるんですけど、さらにもう本当に本気なんだなってすごい感じました。し、なんか可愛かったの、なんか可愛いって思ってたけど、恥ずかしい。なんかあんまり用意しないタイプなんだけど、いつも私もそういうところを見たことが今までそんななかったから、かわいい、かっこいいし可愛いなみたいな。嬉しい。だってちゃんとしっかりしてなきゃ嫌じゃん、 SKE の子がっていうふうにやっぱ思ってもらえるわけだし、だからしっかりしてるなって、19歳なのにしっかりしてるなって思ってもらいたいなと思って。そうそうそう。来年選挙あったら出ますか。出ますよ、もちろん。だって私5年いるって言っちゃったし。そう言ってましたよねもちろんまだまだ1位を目指しますよ。もちろん1位にならないと、うん、やっぱ気持ちよく卒業できないと思うし、でも自分の中で、でも、でも1位になったからって卒業するわけじゃないけど、もちろんね、だけどやっぱりそれはファンの方との一つのやっぱり夢だから、しっかり叶えていきたいなとは思いますね。最高順位ですよね、今回は。そう、今回最高順位をいただきました。え、ありがとう。4位が2年前2年前2年前か。去年5位で下がっちゃって、ちょっとズーンって結構なってたから、今年はそこから2つも上がって嬉しいですよ。いや、でも本当ここまで来たらあと2つですもんね、抜くのは。そう、しかもやっとトップ3だと名前がやっぱり
や違いますよね。その なんて言われますか、まあ、すごいんですよ。4位も5位もすごいけど、でもトップ3ってやっぱり、うん、やっぱり違いますよ。だって金銀銅ですから、うんうんうん、だから嬉しい、ね、これでもっと SKE の名前が、ね、たくさんの方に伝わったらいいな、ね、いいですね。本当に名古屋でねやってほしいですね。やってほしい、本当に来年名古屋でやってほしい。やってほしいです ね、 ね。なんかミキとかもツイッターで、うんうん、あ言ってたね、書いてましたよ。嬉しさ、いやでも今年第一となれなかったのは相当悔しい。まあそうですね、うん、今回何位なんだろう、私数えてないんですよね。3冠2だと思うんだよね。2位か3位、多分 3位かな、多分1位が AKB で2位が HKT で3位かな SKE が、だと思うけど、うん、悔しいね。やっぱ去年第一投になって、うん、ね、感謝祭とかできなかったじゃん。そうですね、正直、うん、だから今年第一となって2年分の感謝祭をしたいってずっと思ってたから、うん、だからちょっと悔しいなっていう気持ちもあるけど、なんかなんだろう、まあ、SKE ってこれで、ね、終わるグループじゃないから、うん、確かに逆にここからさ、うん、なんかこうピンチをチャンスに変えれると思うんだよね SKE って、うん、今までもその紅白に出れなかったっていうのをきっかけに、やっぱりみんながもっと上を目指したいと思ったし、れなちゃんとかさえちゃんとか、うん、いろんなメンバーが卒業していった時にやっぱり崩れないのが SKE だし、うんうん、そういう時にやっぱりファンの方がすごく支えてくれるし、メンバーもみんなで一つになって頑張ろうっていう団結力がやっぱりあるから、それを忘れずにまた来年に向かって、来年に向かって、来年の選挙に向けてここから頑張っていきたいなと思います。え、ほんと去年と違いますね。え、かおたん出てくれるの来年は。いやだから私も本当になんかいろいろ見てて本当申し訳ないなって気持ちが多くて、プラス本当自腹で来てこう見て優しすぎるもん、何ですか、なんか見ててもうカオタンの愛を感じるよ。いや本当に、いや見てる客観的に見るとやっぱすごい感動するし、かといって一緒にこんな頑張ってる子たちを目の前に私は何をやってんだろうとも思う部分も多くて、いや本当に感動しましたねこんなに感動するんだなってやっぱり出とけばよかったと思った。いやちょっとけ思いました、やっぱり来年出てよそこは本当にそうですよね、出てよ来年。いやなんかね、なんですかね、本当にたまに私冷静になるとまあいろいろ思うこともあるんですよ、選挙のシステムについて。私が取るよじゃあ。え、いいです、本当にいいです、ね、いいです、思うこともある、いやいいですね、思うこともあるんですけど、思うこともあるんですけど、いやでもそう、全然でもそれ以上に、うん、いや本当に感じることが多かったかな本当、うん、自分が出ないからなおさらすごいすごい来ました心に。だからさっきもジュニアさん来る前にまあ速報に入って、うん、まあ今回入ってない子たちのを撮ってたんですけど、うん、もう辛くて、うん、泣いてるし、その子たちはその子たちでいろいろあるから、うん、もう本当にそれ泣けたり泣けてきちゃっててなんか撮ってて、うん、だけどなんかやっぱりみんな悔しいって気持ちをすごい持ってるから一人一人、すごいいいことだよね、そう本当にそれがすごいやっぱり、うん、いいことだなって、ね、きっとそれは多分その子のファンの方も同じ気持ちだと思うし、うん、そこでまた気持ちを共有できるっていうのもすごく大きいことだよねって思う、うん、嬉しいっていう気持ちを共有するだけじゃなくてやっぱ悔しいっていう気持ちを共有できる関係性っていうのがやっぱり素敵だなって思う、うん、なんか私もその去年ファンの方から俺も悔しいとか私も悔しいとか言ってくれたことがすごく嬉しくて、うん、なんかおめでとうって言ってくれたりするのかなとか思ったんだけど、悔しいとかごめんねって言わせちゃったりもしたけど、なんかそういうことを言い合える関係ってすごいいいなって、うん、それが本当の絆なんだなって、嬉しいだけじゃなく悲しい悔しいと気持ちも共有できるっていうのがなんか SKE なのかなって思って、うん、だからまだまだ生きるんじゃないですか。いやいや、ここからもう行きましょう本当に、うん、で来年はカオタン出るということで頑張りますね、来年出るということで第一投目なろうよ一緒に、まあ、確かに本当にだからもう第一の特選寂しいよ、発表されたのはもう本当申し訳ない、遅いよって話だよね、もっと早く早くやってくれよって感じだよね、あやちゃんと言ってましたよ本当に申し訳ないみたいな本当に申し訳ないねっていうの話してたので、まあ、でもねそうやって
うん、だってかおたんにしかわからない気持ちだろうしさ、はい、自分が決めたことだから。ありがとうございます、うん、だけどやっぱ寂しいよ。だってあかりんと2人だから。そうですよね、寂しいよ。いやでも神セブンに2人も入ってるの、確かにそれは大きいね。大きいですよ本当に、うん、そこも含めてやっぱりなんか7位までで区切られることが多いじゃん、ね、やっぱりここで6位で区切られないかなってちょっと心配だったりするんですけど、まあ、そこは絶対ないと信じて信じて、はい、信じましょう。神セブン2人で引っ張ってください。 SK をいっぱいアピールしてきます。いや本当にありがとうございます。ありがとう、かおたん来てくれてありがとう。全然来年 SK 愛を感じた。本当ですか。来年頑張ろうね一緒に、はい、頑張りましょう。1位頑張ってください。ありがとうございます。本当にありがとうございます。